1896年アテネオリンピック男子800メートルと1500メートルの優勝者である。フラックはロンドン出身で5歳の時に家族と共にオーストラリアに移住する。1892年に学校を卒業してすぐニューサウスウェールズ州、ビクトリア州の1マイル層のタイトルを獲得している。学校を卒業後は、 父親の会計事務所に就職し、21歳の時、勉強のためロンドンの会計事務所に入社する。彼は、ヨーロッパにいる間、ロンドンの陸上クラブに所属し、来るべき、第1回のオリンピックに参加することにした。フラックは、記者、船酔いになりながら、船による6日間にわたる移動を経て、アテネに到着。オリンピック初日、いきなり800メートルの予選に出場。 2分10秒0で勝利を飾る。2日目、1500メートルに登場。優勝候補のアメリカのアーサー・ブレイクと対決する。ブレイクと最後の直線激戦になりながらも、フラックは5メートル以上の差をつけ1位となり、オリンピック1500メートルの初代チャンピオンの座に輝いた。さらに、大会4日目には、フラックは800メートルを2分11秒0という。 記録を出し二種目目の優勝を果たす。その翌日には、フラックは10マイルまでしか走った経験がなかったにも、かかわらず、三冠をかけて、マラソンに挑戦した。レースはこの大会の1500メートルで3位に、入っているアルバン・レムゾウが、序盤リードし、フラックは2位につけレースの終盤を迎える。32キロメートルで、レムゾウは脱落し、ついにトップに立つ。 しかし彼も残り4トルとなったところで突然倒れてしまう。サクラン状態に陥っており、助けに行ったギリシャ人の監修まで殴ってしまい、他の選手によって追い出されてしまった。フラックはこの大会でテニス競技のシングルスとダブルスにも出場している。シングルスでは1回戦でギリシャのアリスティディス・アクラトプロスに敗れたものの、ダブルスでは イギリスの友人ジョージ・ロバートソンと混合チームのペアを組み、1回戦を楽に突破して準決勝に進出。準決勝で対戦したギリシャのペアに敗れたものの、フラックとロバートソンは3位となった。しかし、1896年アテネオリンピックでは3位の表彰はなかった。フラックは1898年にオーストラリアに帰国し、 父の会計事務所に戻った。彼は再びオーストラリアの代表として協議することはなかった。ありがとうございます。